こんにちは、料理研究家高橋由志郎です。ゴールデンウィーク真っ只中ということで、お弁当を持って出かけられる方も多いと思うんですけれども、その時にもぴったりなバーベキューチキンをご紹介します。お弁当にももちろんいいですし、盛り付け次第ではカフェ風ご飯にもなりますので、早速作っていきましょう。レッスンスタート。まずぶつ切りにした鶏もも肉に塩コショウ、薄力粉をまぶして揉み込みます。よくバーベキューチキンなどは漬け込んでから焼く方法もありますが、それだと焼く際に焦げ目もつきやすく仕上がりが綺麗になりづらいので、今回は後からソース絡めます。バーベキューソースはあらかじめ混ぜ合わせておきましょう。今回はより簡単に作れるレシピにしていますが、もう少しコクを出すにはウスターソースを加えたり、玉ねぎやリンゴのすりおろしなどを入れても美味しくなります。では焼いていきましょう。温めたフライパンにサラダ油、鶏肉を入れまして、最初は中火から強火で両面しっかり焼き目をつけて、それから弱火にして中まで火を通していきましょう。油跳ねが気になる方は蓋をしてください。はい、いい焼き目がついてますね。そしてソースが跳ねないように一度キッチンペーパーで油軽く拭き取りましょう。ここに混ぜ合わせたソースを加えまして、手早く中火から強火で煮絡めていきます。これぐらいソースにとろみがついたら完成です。今日はプレートにするので鶏肉だけですが、野菜を一緒に炒めれば食べ応えのある炒め物にもなります。盛り付けに使用する野菜はご自宅にあるもので、色味を気にしながら代用してください。はい、これで完成です。盛り付けは一例として参考にしてみてください。ではバーベキューチキンいただきます。やっぱり甘辛くてね、ご飯が進みますね。美味しい。今日のレシピでもレモン汁が入ってますけれども、ちょっと酸味を入れてあげるとすごい美味しくなります。最初このレシピ参考にしていただいて、もし物足りなければすりおろした玉ねぎやウスターソースにですね、お好みの味に変化させてみてください。本日もご視聴ありがとうございました。はい、この動画の料理もし作っていただけましたら、ウェブで買える料理教室というハッシュタグをつけて SNS などでも拡散していただけると嬉しいです。本当連休は天気にも恵まれて、いい連休が続いてますよね。私もちょっとだけゴールデンウィークを満喫に長野県に行ってきます。それではまた次のレッスンでお会いしましょう。バイバイ。